ルナオービタ4号が1967年に撮影した東の海。東の海は月の海の一つ。的のような三重の同心炎上をしている。外側の直径は約 900km。月の表側の西端に位置する。月面緯度は波19.4度。月面経度は成形92.8度。地球からの観測は角度的に困難である。この位置は 円の海の対処点にあたる。アポロ計画において土壌のサンプルが得られなかったため正確な形成時期は不明である。しかしながら月の海としては最も新しく雨の海よりさらに若い地域だと信じられている。周囲の物質は前期インブリウム台のもので海自体は後期インブリウム台のものである。三重のリング構造は小惑星サイズの天体の 衝突により月の地表が波打って形成された。月の海としては比較的玄武岩が少ない。中心部を覆う玄武岩の層はおそらく厚さ1トル未満で、これは地球側にある他の海と比べて極めて薄い。外側の管はモンテスコレディレラ、内側の二つはモンテスルークという山脈をなす。ありがとうございます。